ファイトフィット町田本厚木マネージャーの和田拓也です。よろしくお願いします。小学2年生から柔道を始めて、今3段です。まあ最近はそこまでやってないです。で、柔道は高校の時も、まあ、がっつりやって関東大会まで行きました。で、キックボクシングは、20歳から21になる前ぐらいに始めて、8年で、アマチュアは14戦して、プロは3戦やって、今はどっちかというとトレーナーの方に、まあ、やっていて、トイカツ道場では、所属選手、まあ、大体10人弱ぐらいは、プロアマチュア含めてやっています。やはり選手も育てているので、まあ、選手志望から、フィットネスまで幅広くどんな会員さんでも、対応できるように指導を心がけています。格闘技を楽しんでできるように心がけてますので、まあ、ぜひ来店よろしくお願いします。